皆さん、ジャパンタイムズへようこそ。今日は節電と上司のパワーハラスメントに関する、情報をご紹介いたします。岸田首相は21日、ロシアのウクライナ侵攻の影響などによる物価高騰への対策を話し合う物価・賃金・生活総合対策本部の紹介後で、電気代負担を実質的に軽減するとして、節電に応じたポイント制度や節電分を電力会社が買い取る制度を導入することを明らかにした。岸田首相は21日、首相官邸で行われた物価・賃金・生活総合対策本部の紹介後で、電気料金について消費者向けに一定の定額部分とともに利用効率化に応じて幅広く利用できるポイントを付与する制度を作る、また事業者がもう一段の節電をした場合に電力会社が節電分を買い取る制度を導入することで実質的に電気代負担を軽減すると述べた。上昇する電気代について利用者の負担を軽減するとともに、節電を促すことで夏と冬に懸念される電力需要逼迫の回避につなげる狙いがあるものとみられる。また岸田首相は食品の価格高騰対策については、輸入小麦価格など農産品全般の生産コストの1割減少を目指す、グリーン農業と肥料高騰対策への大胆な支援を組み合わせた新しい支援金の仕組みを創設し実施すると表明した。次のニュースにご紹介します。住宅建築業橋本ホームの青森支店に勤務していた40代の男性社員が自殺したのは、上司のパワーハラスメントが原因として、男性の遺族が20日、会社と橋本義徳社長に約8000万円の損害賠償を求める訴えを青森地裁に起こした。訴えによると、男性は2011年に入社し、注文住宅の営業を担当。弁護士によると、パワハラは少なくとも半年以上続いていたとみられる。何も頭割りのや、相変わらずダメポンだな、といったメールが複数回送信された。苦悩する姿を見た妻は何度も退職を促したが、夫は家が完成してお客さんに鍵を渡す時が一番嬉しいから続けたいと気丈に振る舞った。2018年1月23日、関連会社も交えた新年会の横で、男性は課長が作った賞状を手渡された。そこには、今まで大した成績を残さず、ああ、って感じ。最近、頑張ってない様ですが、という言葉が並ぶ。男性は翌2月、青森市の自宅に駐車してた自家用車内で自殺した。賞状は翌2月、男性が自ら命を絶った後、妻が夫の部屋にあった紙袋から見つけた。男性はうつ状態になっても病院に行くことができず、死亡後に精神疾患発病と認定された。発症前1ヶ月間の時間外労働時間はカルシーラインに近い76時間9分。妻は2022年2月青森労基署に労災を申請した。青森労働基準監督署は2022年12月上司のパワハラで重労のうつ病を発症し自殺の原因となったとして労災認定した。だが会社側からは未だに謝罪の言葉がない。遺族側の代理人弁護士が20日青森市内で記者会見し、謝罪などを求めて会社側と交渉したが、会社は法的責任はないとしていると述べ、交渉は決裂して提訴した原因を説明。橋本社長は取材に訴状を確認しておらず、現段階でコメントできないと答えた。